ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。これヘイハハチェックチェックヘイヘイハ、チェックチェックチェックハハハハハ。とスタンプをもらっていいですか。今日はいい日、今日はいい日。もう一回、もう一回、もう一回。今日はいい日。ありがとうございます。これで、こっちはいつでもいいです。あと、タイマーと合わせてくれれば全然大丈夫。あ、オッケー、じゃあいきますか。はい。三、二、自分も鳴らす準備してないや。やばい。あ、いきますね。ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい2019年、あ、1月の今日はあの収録なので、はい、1月11日第168回目を迎えました。リューティーの FM ギノワンデーラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その1です。皆さん明けましておめでとうございます。わあ、明けましたね。明けたんだ。なんか実感が全く私は湧いていないんですが、わ、うん、かりますよ。私もですよ。なんかあのテレビとかはね、もう本当に、うん、あ、正月だみたいな番組とかさ、楽しいの得てるんだけど、はいはいはい、なんかね、いつもの年越しと違ってなんかあっさり年越した。なんかちょっとあっさりね。なんだろうね。何が足りないのかな。なんなんだろうな。なんか普通に結構過ごしてる。まあでもこのね、いろいろあのラジオとかでもさ、うん、パンパンパンチャンチャンチャンパンパンパン、うんうんうん、パン9年中はみたいのがあるじゃないですか。あれを聞くとちょっとは開けたのかなってね。ね、なるんだけど ね、うん、まあ沖縄はですね、はい、現在収録しております1月4日、うん、すごい快晴です。めっちゃポカポカ陽気、青空で海も水平線もパッツンとね、もう超最高な天気だよね。これもう今日はまだまだね、うん、あの1月始まって4日しか経ってないので、そうか、だから初詣とかもね、まだまだ賑わってると思うんですよ。うん、絶対そう。え、みなみさんは行きました？え、まだ行ってないんです。あ、初詣行ってない？初詣行ってない。なんかさ、うん、人の波が落ち着いてからがいいかなと思って。あー、確かにね。今行ってもわさわさしてるでしょ、うんうん、でうちあの松葉杖の人がいるもんだから。あ、いますね、いますね。あのわさわさの中行くと危ないのよ。松葉杖の方、あの新年一発目のラジオ沖縄公開放送来てましたね。あ、来てました、松葉杖でね。松葉杖でね。あの広い海洋博の敷地内、うん、大丈夫でしたかね。あ、一応大丈夫です。あの車椅子も借りてから。あー、そっかそっか。まあ、あのね、あの小刻みインディアンの毛利さんに、うんうん、え、これ偽物でしょって言われてました。松葉杖、松葉杖がこれ冗談だよねってずっと言われてました。そうそう、あのリューティーですね、うん、元旦もう一発目のライブがですね、うん、ありがたいことにね、あのラジオ沖縄公開放送、あ、ね、海洋博公演からのグッドゥーミートゥーのゲストでね、はい、出演させていただき、楽しかった。ちょっといなんかあれはなんかやっぱ新年って感じしますよね、うん、あ、もうね、うんうん、すごい清々しい気持ちで、そう、3人でね、そうそうなんですよ。なんかたけちゃん一人だけすごいあったかそうな格好をしてましたけど。そうそう、首もねぬくぬくと。自分とみなみさんだけなんか言われた格好をしてきたから。あれ、なんかあなただけ話違うんじゃないのみたいなね。すっごいよね、あの中のこの上着も首まであるのに、うん、さらにマフラーを巻くっていう。自分とみなみさんはあのちょっと薄めのなんか言われた格好で来てるんですけれどもみたいなね。あれ、
そんなにぬくぬくする感じだった後あれなんか、え、行って行ってって感じがしましたけどまあまあ、暑かったしね、うん、そうそうそう、当日はね、うん、いいぐらいだったよということで、はい、今年も皆様、うん、2019年も何卒よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあまず、はい、この番組の説明をね、新年一発目に。あ、そうだね。この番組がどういう番組なのかっていうのはね、うんうんうん、また多分分かってない方がたくさんいらっしゃると思いますので。そうよ、それはあるよ、うん、じゃあ紹介を、みなみさんよろしくお願いします。はい、沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワン、私たちはギターと三線の音楽ユニットです。グループの名前は琉球テイストを省略してリューティーと申します。普段は CM ソング作ったり生演奏をしたりと音楽に関わる仕事をしております。パーソナリティはリューティーのギター担当の日賀聡、そして2代目デルキナタキミーに一番乗り。皆さん、このハスキーボイスは風じゃないよ、海風のおかげだよ上から読んでも下から読んでも南です。2時間お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そういえば南さん、海風のおかげだようにセリフ変わりました？あ、気づきました？いやいや、気づくでしょ気づくでしょあのね、新年の GoToMeToo さんのこの収録じゃない、はいはい、生放送の時から、うんうん、ちょっと新年だから変えていこうかなと思ってあ、なるほどねなんかさ、一応海風のせいだよって言ったら、私海大好きなのに海から嫌われるかなってちょっと心配になってきた。あ、うん、こんなに海のこと大好きなのに。いや、でももう去年1年間言い続けましたから、うん、言い続けたからもう嫌われてるんじゃないかな。そう、ちょっと取り返していくうん、まあ、ハスキーボイス結構好きって言ってくれる方が多いので、いい声だねとか言ってもらえるもんだから、うん、ちょっと海のせいって言ったらちょっと怒られるからと思って嫌われてしまうんじゃないかなと思って。いや、そんなことないです、この大いなる海がおゆこさんからよって言われたらさ、ちょっといやもうちょっと苦しいので、私お泳がさんって言われたら、この母なる海があ、確かにね、もう何を言っても大丈夫です あんなに広いからね、吸収してくれそうよね。そうそうそう、こんなちっちゃな人間一人がね何を言おうと大丈夫そうだから、一応おかげって言ってた方がいいかなと思って。まあ、そうですね、うん、そうそう、喜ぶかもしれないですね、うん、そう、おかげでハスキーボイス好きって言ってもらえてるよっていうね、たまに酒焼けって言われるけどねって思いながら、うん、たまにではないですけどね、ほぼほぼなんですけどね。そうなの、うん、最近ほぼほぼですよね最近ねありがとうございます。あ、今メールが届きましたもうね、新年一発目なのにね、こんなたくさんメールまで、ね、しかも収録の準備もね、スタッフさんに皆さんにやっていただいて、ね、もう私の方があたふたなんか通常と違うから、どうしていいんだどうしていいんだと思って。あ、大丈夫です、もうね、うん、皆さんがついてますよって言っても、今日は収録だからね、ツイキャスで絡めないんですけども。そうなのよ、これがなんか寂しいね。まあまあ、進めていきましょうか。あ、そうですね。この番組は明日をもっといい日にしよう、いやいや違うな、この番組は今年をもっといい日にしよう、そうだね、ということで、うん、面白くないことは去年でも片付けました。はい、なのでいいことはみんなで喜び、今年を快適にしますという番組です。はい、ラジオへ参加する方法は3つ、メール、そして YouTube ライブ、ファックス、 FM ギノワンで検索してみてください。YouTube ライブやサイマルラジオ、そしてリスラジでも配信中ですので、全国から、いえいえ全世界から参加できます。それでは10時台、皆様へ募集しているコーナーを発表してください。とー、あけましておめでとうはい、10時台募集しているコーナーを発表します。1、ふくらしゃらしゃい、いいね、新年早々ふくらしゃの話。今年 ね、嬉しいこと、あ、今週か、今年始まってからでもいいね。そうだね、嬉しいことを一行で募集しております。2、メールボックス、今日のテーマは初、あ、もう新年っぽいね、新年ですね、来ましたね、うん、初、あなたの初エピソード、うん、うん、別になんか
こだわってはないです、新年に。だから本当に、ね、例えばもう初めて、ね、歩き出したとかさ、あはあ、はあ、初めてバイクの免許を取ったとか、あはあ、はあ、うん、そういうどんな初でもいいですので、うんうん、皆さんの初をね、はい、聞いていきたいなと思います、はい、そして3、うっさうっさバースデー、今週誕生日のあなた、そして大切な方へお祝いメッセージお待ちしております。以上この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、恥かさしないでご参加してくださいね。懸命にコーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、メールやファックスを送ってください。メールは簡単です。 FM ギノワンホームページより番組表をクリックしていただきますと、リューティーの枠からすぐメールが送れるようになってるんです。さあなんです。ああ、響き分けたりましたね。噛みましたね。そしてファックスでも受け付けてるんですけども、今日はあの収録ですので、あ、そっかそっか、そう、メールはもういただいてます、うんうん、なので来週からね、うん、来週からまたメールよろしくお願いします。お願いします。一応ファックス言っておきますね。えい、ファックス番号 098-943-0094、 奥屋久しみ大久しでお待ちしております。はい、では大事なやつをウニゲーサビラ、大事なやつね、新年の初大事なやつね。なんかちょっとおごそかな感じでね。あ、おごそかってどんなんだっけ。待って、おごそかをなかなかやらないもんだから。あ、そうかそうか。どうやったらいいかな。しなんかあの、うん、振り袖を着てるイメージで。はい、わかりました、うん、じゃあ行きたいと思いますよ。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、菊江おばあから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店、菊味噌加工所夢工房の提供でお送りいたします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マッチョイビンドー。あ、なんか正月ソングが流れてる裏で。BG 今日あの新年なんで、あのちゃんとした音じゃなくて、ひげちゃんのポンポンポンで、ちょっと用意ができてなくてね。あ、鳴ってました、おごそかに鳴ってました、鳴ってました。よしよし、うん、新年一発目に、はい、何の曲がいいかな。もう一番景気が良さそうなのいきましょうか。あ、そうですね。あれどうでしょう、ゴーゴーゴー。あ、いいですね。じゃあ曲紹介お願いします。はい、初っ端1月1日も私たち3人で歌いました。この曲いきましょう、リューティーでゴーゴーゴー。空が割れて虹色の世界が溢れ出した Dreary Sky、 君は知ってる、もうこの世界にさよならの時が来たんだ。新しい世界が動き出す時、僕が手を伸ばすから、迷わず僕の手を握って、 Don't worry、 絶対君の両手離さない、未来へ Go Go Go、
では Go 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 という曲に乗せて今週届いた嬉しい出来事を皆様でシェアしていきましょう。沖縄の言葉ふくらしゃとは嬉しいという意味。あなたに起きた嬉しい出来事を一行で送ってください。それでは今週のふくらしゃらっしゃい。来てます、収録なのにね、送ってくれてありがとうございます。あら嬉しい、ありがとうございます。では行きますよ、うん、明けましておめでとう、はい、今年も頑張って沖縄に行きますよ、うん、大阪のおっさんシローです。シローさん、ふくらしゃこれかな。昨日も会社休みで正月は9連休だよ。マジ9連休なんかさ最近連休多くない？え、待って、どうやったら9連休になるの？年末から数えて、いつから数えたらいいの？あ、そっか、じゃあ今日4日でしょ、456まで休みってことなのかな。そういうことだ。ってことは29から多分世の中休みで20、30、32、34、5、6だーる。あー、そんなに29から6まで休み。うーわ、あ、そう、今収録してるのが1月4日なので、うん、そうなんだね。ねえ、あらまあ、いいはずよ。これすごいよ、うん、でも休み長いのもあれだなと思うのが、うんうんうん、休みすぎて予定もなくダラダラと過ごしています。今年は年末から沖縄に行ってカウントダウンだねっていうことですよ。そうなんだ。あ、何？今年は来てくれるの？年末ということでしょうね。そうね、1月3日にこのメールいただいてるので、今年の年末は沖縄に来てくれるってことですかね。あら、あら、じゃあもうシローさん信じてますよ、うんうん、信じてるけどみんな忘れてると思うから。忘れてる。言ってたねってなるよね。1年後だもんね。1年後、ちょうど1年後ぐらい。あ、忘れそうだわ。あ、待って、これ、あ、待ってください、これね、内系のメールがまた。あらららら、ら、そうなんね、うん、のりのりさん。あ、のりのりさん、これ11日放送だよね、うん、ではでは、うん、今からデューティーに会える。やったー、やったんや。そっか、千葉か。そうだよ、千葉だよ。そう、ちょうど11日に千葉に飛んでるためにですね、うん、収録になってるんですけども、うんうんうん、そっか、のりのりさんもう11日なんだ。そう、今流れてる今頃リューティーは千葉にいます。そう、あ、でも向かってるところかな。あ、向かってるのか、うん、あ、そうなんだね。私は東京にいます、すでに。あ、向かってるじゃなくてもういる。あ、私は10日に東京にもう行ってるんで。あ、すごい、うん、もうじゃあみんないるじゃないですか。みんないるんすよ。沖縄にいない。ひがちゃん、小芝完璧、飛ぶよ。飛び跳ねるよ、小芝。大丈夫、腰の心配ね。小芝も大丈夫。去年ね、散々だったから。あ、去年は振り返るとね、散々だったな、病気。ほんと怪我と病気。あ、デージナトン、うん、私も今年は絶対ぎっくり腰したくない。はい、今年はもう取り返していきましょう、うん、うん、そうしよう、ね、うん、はい、ではこちらは内嫁さん。内嫁さん、おはようございます。八王子内南ハーフの嫁です。おはようございます。さて、嬉しかったことといえば、うん、千葉で今年初デューティーライブ楽しみ。気をつけてきてね、待ってるからね。まったよ、イエーイ。うち嫁よりありがとうございます。いいね、皆さん本当優しいわ。これなんか、うん、南さんもなんか急に千葉のライブにいるんじゃないか説が浮上して。あ、そうなんですよね。いろんな方面からそういう声が聞こえるんですけども。いろんな方面から聞こえるの。でもあれですよね。あの、病院にいますもんね。あ、11日は手術なんで、11日は確実に来ないですね。そっか、11が手術なんだ。そうなのよ。で、12も、あの、このアーキーの様子を伺いつつ。そう、あ、南さんの手術ではないですよ、皆さん。私じゃないよ、旦那さんの、ね、旦那さんがね、うんうん、旦那さんの足の手術だから。一応ね、あの、病気系ではないので、うん、骨折ね、すぐ、うん、すぐ終わるよって先生も言ってたんだけど、うんうん、でも一応、わからんさ、初の手術だから。
11日はみあのリューティーのたけちゃんとひがちゃんが楽しんでる間、私はこうな病院で早く治らんかなってこんな待ってるのドキドキするでしょうね。めっちゃ ねまあまあまあなんか、ね、重たい病気じゃないんだね。そうそうそう、足の骨折だからね。そうなのよ、怪我なので、うん、治るもんでしょって思って、まあ骨はね、うん、くっつけばね。そう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 、まあまあじゃあみんなじゃあ関東にいるということで、うんうん、ね、あったかい格好していきたいと思いますそれだよ一番本当寒そうだな今週のふくらしゃらしゃい以上です。あらニフェーデビル、今週の皆さんのハッピーを聞いて皆さんもハッピーになりますように。では一旦 CM です。職人愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。菊味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。土地活用のことならマルユーグループ。いろんな車の買い方をあなたにそっと教えます。新車中古車何でもお任せ。あなたとドアのお付き合い、ドアドアドアオートサービス、ヘイドアオートサービス、ヘイドアオートサービス、ヘイ。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日賀さとしと南が FM 宜野湾から2時間生放送でお届けしております。これ今笑ってる理由は後でね、うん、後でね、後で分かると思います、うん、本当によもうやってくれるぜ新年からあの方、あの方ね、あの方外さないぜそう今日さ、うん、あの収録放送なんで、うん、ツイキャスと絡めないんですよ。そうなのよ、それが寂しいよ本当、ね、やっぱツイキャス大事だね。大事だわ、生で絡めるからね。うん、そうなので、うん、ついでに今宣伝しようと思って、リティの3月16日のスーパーライブのね、うん、フライヤーとポスターが完成したんです。イエーイ。そう、あ、持ってこようね。あ、持ってきて。そうだね、これ今、あ、そっか、 YouTube ね見れるから。すごいよ、もう青空の素敵なフライヤー。大きいの、大きいやつだね。大きいやつ、大きいのとちっちゃいのもできてるんですけど。そうそう、これあのもね1月1日配りまくりましたからね。そうなんですよ、グートゥーミートゥーさんでね。これ見えるかな、これをあの FM 宜野湾さんに、うん、たくさん置いてますので、うん、でフライヤーもちっちゃいフライヤーとこれ大きいポスター、これがポスターなんですけど、うんうん、これもたくさん置いてるので、ぜひあの皆さんいろんなところ持って行って、うん、お友達のお店とかさ、なんか友達とかに配ってほしいなと思うんですよ。本当に配ってほしいです。でたくさん置いてるので、もうじゃんじゃん持っていってください、うんうんうん、ぜひよろしくお願いします。もうあの余ったら余ったで、うん、後ろほらこれ白紙になってるんで、ああ大きいやつはね、そうだね、大きいやつは白紙になってるんで、うんうん、これポスターなのでね、うん、余ったら余ったでこの3月16日過ぎたら、うん、メモ帳にしてくださいあ、そういう使い方の報告もね、そうそう、いろんな使いようとかあるんでこれね、私とたけちゃん似てるって言われるじゃないですか、うんうん、さっきあの FM 宜野湾のユーミンさんの娘ちゃんたちがね、うん、私とたけちゃん見てなんで2回つけたのみたいな、なんでなんで2人いるのって言ったんですなんで2つこっちに顔を持ってるの。そう、衣装も一緒なのよねこれね、私たち着てる衣装も一緒なもんだから。あ、そうだね。でなんかこれ笑ってこう上向いてる感じも似てるんだろうね。なんでこっちにもこっちにもいるのって言われたんですこれが南さん、はい、でこれがたけちゃん。似てるかな、似てるんかな、どうなんだろう ね自分は似てるとは思わないんだけど、笑い顔似てるって言われるのよ。ああ、あれじゃないですか、なんだろう、やっぱり
雰囲気じゃないです、ガサガサっていうか、それが似てるって言ってるんじゃないのかな。出てるこの雰囲気が似てると、うん、いや雰囲気、うん、なんか雰囲気っていうとなんかね、うん、柔らかい言い方だけど、いいじゃんそれで、なんかガサガサしたそれでは、はい、こちらのコーナービューティーのメールボックス1番、それではメールボックス1番覗いていきましょう。はい、本日のテーマは初です。初、うん、もう南さんがモテに持ってるやつ、もうさ、これが言いたすぎてしょうがないやっぱそれから触っていかないとダメだよね。もうだって言いたいもん行こう行こう、うん、これね、皆さんに見せたいけどな、ヨグロが豊富なファックスメールが届いております、うん、これね、去年たくさん聞いてくれてる方にしか伝わらないと思うんですけど、余白ならぬヨグロもうその時点で気づいてる方はいらっしゃるのかな。いらっしゃいますね、うんうんうん、ひがちゃん、みなみちゃん、たけちゃん、おはようさん。これあいえな、テーマも間違ってるさ。あ、なになになに、テーマ今日のテーマは過ぎたってあ去年のね、ラストのやつのメールで来てるんだけど、うん、野菜もらいすぎた、人にあげてもまだ多い贅沢ない悩みですねんってでもね、うん、もらい物がたくさんの方クエブでいいよね、うん、いいよね、ほんとよね、うん、もう人にあげるほど豊富ってこと、いいことですよ。でそのヨグロについてちょっと、うん、詳しく南さんに聞いていこうかな。そうです、いつもねこれファックスで可愛いイラストとともに、これもねとっても野菜とかさ、うん、なんかさ虫も可愛く描いてから、たまにいてますって虫がたまにいてますっていう、新鮮ってことね。そうそうそう、うん、感じですっごい可愛い絵で、いつも可愛い絵で送ってきてくれるんだけども実際は A4 用紙1枚で済むやつなのよ。ああ、うんうん、それがなんだけども2枚目についてきて、2枚目が、あ、1枚目がねヨグロが豊富でこれ送り方が間違ってんのか、ファックスがおかしいのか、犯人は兵庫のみーさんなんですけども、みーさんはい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 、これね、いつもよりマシってヨグロがすごいこれちょっと画面に見えるかなこれ1枚目もう1枚目さ、4分の3はもう黒いよ。だからこれ私ね、もう1枚目で済むと思ったのよ。なんか2枚目のやつで、絵のやつで。で、最初、たけちゃんしか書いてないから、たけちゃんおはようさんって、あ、たけちゃんしかいないと思って、これヨグロが2枚目に来てたわけよね。パッて見た瞬間にヨグロの下にひがちゃん、みなみちゃんがついてた。いや、一応ついてる、一応ついてる。だいぶヨグロ、いやー今年もインク使いましたね。いやーこれ相当使ったよね、これね手に黒くつくんじゃないかって心配したしつくよつくよ多分つくよいやーみーさん、ね、外さないね。あ、じゃあどうやるんだろう、まずこれを送るにはどうやるんだろう本当よなんかさ、めっちゃ斜めになってきたらわかるよ、なんかすっすごい上に黒さが増すってどういうことなんだろう。なんだろうね、だってさ、みんな普通に届いてますもんね。届いてんのこれ難しいよ。これな、みーさんしかできない送り方だと思う、うん、私今度さ、ぜひシーサーさんに同じ機械で送ってきてほしいね、うん、そう、一回シーサーさんにやってもらってほしい、うん、書くのはみーさんやってからに、うんうん、シーサーさんが送りましたってやってほしい。で、ね、書いてもらってできるかもよ、もしかしたら普通にちゃんと届くかもこんなに使わないディハズインク可能性はね十分にありますよね。いや今年も楽しみだなありがとうございます。兵庫のみーさんに、あ、いや面白い、いや今年も来てますね、いや外さないわ、いい感じですねありがとうございますじゃあ2通目行ってみようか、はいはい、お願いします。2通目いきますね。ひがちゃん、みなみちゃん、たけちゃん、そしてリューティーファミリーの皆さん、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。会員番号58、金沢の旅人どんちゃんです。あ、いやー、明けましておめでとうございます。では本日のテーマ、うん、初ですが、ひがちゃんのツイートにもあった、うん、初恋
あ、初恋の話をしたいと思います。あー、いいですね。あ、なんだあ、なんかとてもなんかすがすがしくていいですね。あ、いいね、すごわしかったね。なんか言えてなかったけどすごわしかった。今、すがしかおって言いました。すがすがしく、すがしかおって言いました。すがすがしいの2回目のガスがひがちゃんがごわになってたから真似しようとしたら私の方が思いのほか全然言えなかった、うん、真似どころか、うん、ではいきますね。小学校や中学校の頃、いいなぁと思う女の子はいてもドキドキしたりするような気持ちは全くありませんでした。あ、休み時間には普通に話をしますが特に意識することはなく、うん、体育祭の前や当日のフォークダンスでも、うん、あまり意識はしなかったけど気になる子の時にはしっしっかり手を握ったり、これが初恋なのかもしれませんが、こんな私にも高校1年の時にかなり意識する女の子が目の前に現れました。あら、席替えで自分の前に彼女が来た時にはチャンスと思いましたが、約半年彼女とは一度も会話をすることなく、あらららら、ら2年生の時には別々のクラスに、はい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 、毎日彼女の後ろ姿を眺めているだけでした。この時に得た教訓は、うん、好きになったらすぐに相手に気持ちを伝える、あ、振られた翌日には新しい女の子を探す、あ、めっちゃさっぱりしてるね。ということでした。その後、数少ない恋愛、失恋を経て、今のカミさんと一応結婚できました。なんで、何一応って一応。何なのこの一応は。何なのよ。ラジオを聞いてる独身の皆さん、好きな人が現れたらすぐにアタックしましょう。振られてもいいんです、すぐに新しい女の子を探しましょう。これはもう教訓ですね。教訓ですね。教訓ですね、うん、経験をもとにね。あ、そうだね、うん、それでは皆様本年もどうぞよろしくお願いします。これでも分かるな、小学生の時は、うん、何にもだったな。確かにね。なんだろうね、なんかやっぱ思春期を超えないとなんか、あ、なんていうの、なんかよくわからないんだろうね、恋心じゃないよね、うん、いい、この子かっこいい顔してるとか思いつつも、うん、そこまでだよね。ね、そうだからなんか、うん、ドキドキとかではなかったような気がする、うんうんうん、なんか普通にそのフォークダンスとかでもね手をつないだって書いてるけど、うんうんうん、なんともなかったよね。そうだね、何にもだったな。そういうもんなのかもね。うん、やっぱあれか、中学校高校ぐらいからがちゃんとね、小学生はもう本当にただの友達みたいなね、うん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 、あ、可愛い友達、あ、確かに、じゃあ なるのかな。確かにこれはもう、でも今時の子小学校から彼氏彼女とか言うよこれさ。いや、ちょっと待って、なんか言うよね。私これが分からんわけよ、これ。いや、うん、本当か、本当に、いや絶対理解してないと思う。自分もしてないと思う。付き合うってなんだろうかって私小学校の時分からんかったもん。いや、自分も分かんなかったよ。だってずっとゲームしてたもん、うん、だってスーパーマリオしかしてなかった気がする。いや、でもそういうもんだよね、本当にね、うん、小学生だよ。だって自分が小学生の時にさ、うん、もう本当になんかそういう恋心とかでもないけど、うん、そのなんていうの、うん、ハートが出てくるようなやつって、うんうん、このスーパーマリオがピーチ姫を救った時だけにしかハートが出てこなかったのよ。うん、でこのハートは何ぞやと。このハートだから、まあまあこれが、あ、うん、恋なんだな。ハートが出れば恋なんだなと、うんうんうん、ゲームで理解したと。そう、でも自分の中ではこれ冒険しないといけないんだよね。いっぱいクリボーとかいっぱい潰さないといけないんだよ。ハートを出すにはそういうことか。大変なんだなっていうのは実感してましたけどね。まとまった？まとまってない。まとまってない。今いっかって感じの。まあいっかって感じのまとまり方。あ、本当。あ、じゃあ十分だね。では金沢のノートビビとどんちゃんに。今日はいい日。はい、デビル。もう皆さん今年はね。うん。
あ、もういろいろ頑張っていきましょう。ね、そうだね。そうそうそう。頑張っていきましょう。はい、じゃあちょっと一旦ね、短い CM 挟んでもいいですか？うん、そうしましょう。それでは一旦こちら。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日賀聡と南井がパソコンやスマホなら全国で聞ける FM ギノワンから生放送でお届けしております。それではお祝いできるコーナー行きましょうか。はい、こちらのコーナー、うっさうっさバースデー。この日に生まれたから君に出会えた、その喜びをみんなでうっさうっさしようのコーナーです。今週お誕生日の方、もしくは今日逆だったね、今日もしくは今週だね、そうだね、うん、そうだね。だからこれスパン長いよね、11日までのぼってことよね。そうそうなんですよ、だから、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 あら13まで、おっで、誕生日の方、はい、教えてください、うん、メールはね、お名前、自分たち漢字弱いので。あ、そうなんです。ひらがなか、いや、元気なくなったね、急に。最近、娘にもチクチクと言われてるんです。みなみさん、今、そうなんですの言い方がすごい感情こもったな。そう、思い出したら、今、ミヨンの言葉を急に頭に出てきよったけど、まあまあ、漢字できないからねっていう言葉が出てきよった。寂しそうな顔で、そうなんです。頑張らんといけない、今年もうちょい頑張らんといけない、漢字を。逆に漢字で送ってもらって当てていくっていうのもいいかもしれない。勉強になるかも。読めんけどね。あ、じゃあメール来てますか。はい、来てますよ。では行きたいと思います。12月31日の誕生日、おい、チャーちゃんかっこさやかちゃん、お、さやかちゃん、おめでとう。神戸市ともやかっこ6歳より、お、6歳の子がチャーちゃんに送っております。すごいね、すごい。へ、じゃあこれ、あ、じゃあこれも読みながら、で2通目もあるので読みたいと思います。ひがちゃん、みなみさん、たけちゃん、デューティーファミリーの皆さん、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。デューティーファミリー会員ナンバー7番世田谷のコーラゼロです。今年もよろしくお願いします。やっぱり初出荷でございますね。誕生日おじさんことコーラゼロさんでございます。さてさて、今回は昨年12月30日から1月12日までの分納品いたします。納品いたします。5日の10時から収録するなら生放送しちゃえばいいのにって思ったのは私だけじゃないですよって。あ、生放送してから収録すればいいのにと思ってたってこと。うんうん、まあ、いっか。では誕生日の読みたいと思います。いや、いいね、今の面白かった。うんうん、30日はリューティーファミリームーネさん、お、ムーネさん、そうなんだ。31日はリューティーファミリーやんばる娘さんの次女リサさん、リサさん。1日は1日、はっさ、めでたい、北海道トランチさんのお父様。2日は米吉、米吉七子さん、あ、米吉、あ、米吉米吉七子さん。6日はリューティーファミリーヤマピーさん、お、ヤマピー、ヤマピー1月だったんだ。7日はリューティーファミリーひふみさん、ひふみさん12月にも出てきたけど、どっちが本当の誕生日なの。そして8日はリューティーファミリーヤンブル娘さんの長女マイさん、え、長女も次女も、長女も次女も1月なんだ。あ、そうなんだ。あ、違う、あ、次女さんは12月31日だ。 あ、そういうことか。すごいね、で誕生日近いね。誕生日こんなにくっついてたらあれだね、うん、もうまとめられちゃうだろうね。ね、しかも1回正月挟むからね、全部一緒にするんじゃないよ。もう絶対クリスマスも誕生日もお正月も誕生日も全部一個絶対まとめちゃいたいわこれ。
全部新年にやろうってなってそうだな。すごい。いや、このスパンでヤンバル娘さんが2回も出てきた。すごい。すごい。皆さんお誕生日なので、では盛大にうさうさしましょうね。ではでは、ひやみかち、被災地の皆様。よし。では行きますか。行きましょうか。はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアチャーちゃん。そして30日はビューティーファミリームーネーさん。そして31日はビューティーファミリーヤンバル娘さんの次女リサさん。1日は北海道トランチさんのお父様。2日は、ヨネヨシ、アコメヨシ、ナナコさん。6日は、ビューティーファミリー、ヤマピーさん。7日は、ビューティーファミリー、ヒフミさん。8日は、ビューティーファミリー、ヤンバル娘さんの長女、マイさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。ワン、ツー、スリー、ヘイ、ウサウサウサ、ウサウサウサ。おめでとう。そして生まれてきてくれてありがとう。これからも一緒に人生楽しんでいこうね。以上、うっさんさバースデーのコーナーでした。やっぱあれですね、あの2週分になると誕生日すごい多いですね。多いね、ほんとね。いい感じ、いい感じ。すごい、皆さんの誕生日うっさうさできました。ではでは、先ほどね、555を1曲目流しまして、はい、で、公開生放送、元旦の公開生放送でね、歌ったよって言ってたんで、うんうん、やっぱりその時歌ったのをもう振り返ろうかなと。あ、そうだね。うん。まあ、冬だけどいいんじゃない？歌ったし。歌ったしね、うん。新年早々歌ったしね。あれ、あれ行こうよ、あれ。歌ってる時太陽差し込み寄ったしね。あ、やさや、やさや。ぬくぬくになったもんだから。うん、暑かったね。まあ、皆さんのとこもぬくぬくにしたいから。あ、いい、いい、やんな。うん、行きましょうね。冬ですけど。サマーサマー。行くか、サマーサマー。イエイ。サマーサマーサマー、沖縄サマー。走れ、走れ、さんさん続く。青い青い海を蹴り、お空にキス。南風に目を細めて、僕たちの夏こんがり沖縄サマーデイ。砂浜でとりあえず乾杯。乾杯。青と白のパラソルを広げて、渚で跳ねる小魚に乾杯。村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。菊味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。心生活出会いのお手伝い。
というグループ。沖縄県内どこまでも出張メンテで行きますよ。新車リースで安心ドライブ、あなたとドアのお付き合い。ドア、ドア、ドアオートサービス。ヘイ、ドアオートサービス。ヘイ、ドアオートサービス。ヘイ。今日はいい日、明日はもっといい日。その1、デューティーの日がさとしと南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送でお届けしております。それでは、あ、そっか、せっかくなのでメールアドレスもう一回言っておきましょうね、うん、あ、そうだね。また、来週から、うん、18日から生放送入りますので、うん、はい、メール送ってください。はい、 ryuty@fmginowan.com beauty@fmginowan.com でお待ちしております。はい、お待ちしております。それではこちらのコーナー、ビューティーのメールボックス2番。それではメールボックス2番のぞいていきましょう。はい、本日のテーマは初です。初、うん、あー、もう初恋も出ましたね。ね、出ましたね。いろんな初、どんなのが聞いていけるかな。はい、じゃあ行くよ。次、ウニゲーサビラ。タケちゃん、ミナミちゃん、ヒガちゃん、こんにちは。シロボーニアンです。シロボーニアン、いよいよ今日の夜ですね。かっこ1月11日の設定皆さん設定までもありがとうございます。気にしていただいて、うん、11日放送だからねたけちゃんが千葉で歌うの、たくさんのファミリーが抹茶イウィンドー、楽しみですね。ねえ、ほんとよね。テーマ初、自分は楽器を持ってステージに上がったのは中学1年の文化祭でした。体育館の広いステージで2曲ビートルズのかっこいいコピーをやりましたが、超かっこいい。だからよ、おしゃれだね。メンバー4人がステージの真ん中のマイクに寄ってしまって客席から見たらテンみたいだったそうですそんなに固まっちゃったの、ギュッて。なんかね、うん、ビートルズ、あの1本で2人ずつ使いますからね、うんうん、だけど1個に固まっちゃった間違ったねなかったんかな、学校だから足りなかったんかないや、あったんでしょ、 あるでしょ、あるでしょみんなでこう寄って歌う感じをやりたかったんだろうねいやでも4人寄っちゃったそして2曲目の時に早いもので最後の曲となりました。いや、早いな、って言ったら客席が爆笑早いね、早い。いやいや、まだ2曲目みたいなねかっこつけて真面目に言ったのに恥ずかしかったちなみにみなみちゃんの初ステージはの、のど自慢の何かなんかエピソードとかありますか。ちなみにたけちゃんの金具すくでの初ステージの話は笑いますよねってそうなんだ、わかんない。いやー、たけ、たけみ先生の初ステージは、うん、あれですよ、金具すくで一番最初にね、ステージに立って、うん、もうステージ、今までメタルだったんでボーカルとして、うん、パイカジとかでね、うん、流しみたいなのをやってたけど、ちゃんとステージに立ったことは金具すくが初めてだったんです。あ、そうだったんだ。で、金具すくの一番最初ステージに立って、うん、お客さんがこっちを見るじゃないですか、うんうん、でスポットライトがパーって当たって、うん、BGM が消えて、うん、マスターがね、はいどうぞみたいな感じになった時に、たけちゃんがお客さんに一言、うん、ちょっと緊張するから見ないでくださいって言ったまさかでしょあんたを見に来てんのよステージに立って照明浴びたら誰でも見るねちょっと見ないでください何しに来たのかこれで、あの白棒人間と同じぐらい爆笑でした。あ、なるほど、これも笑われるよこれ南さんは初ステージってどう、なんかどこかなんか覚えてます？私の記憶の中でのは、うんうん、歌で初ステージっていうと踊りで、あ、そっか、なっちゃうんですよ。リューブでだったら多分もうちっちゃい頃3歳ぐらいかな。あ、だけど歌で初ステージは5年生の時に、うん、それでも早いよ5年生。ザマミのカラオケ大会、あ、あのザマミ祭りで、うんうんうん、でなんかこの
あの時ルローニケンシンがやってたんですよ。あー、アニメで。あれか、ジュディアン・マリー。そう、2分の1。あ、そばかすじゃないや、2分の1だ。エンディング、川本誠さんの2分の1を歌ったんです。それでザマミって、あの地元の人より観光客が来るから、うんうん、もう観光客うわーみたいになって、うんうん、それに緊張してもずっと固まってから、こうやって見ないでくださいって言いました。あ、うん、あの私がお客さんを見なかった。あ、逆のパターンだ。あのモニターだけをガン見。あ、見ないでくださいって相手に言うんじゃなくて、私はあなたたちを見えてません。自分で、あ、はいはい、自分で解決するタイプだ。そう、私はあなたたちを見ると緊張するので画面しか見ませんみたいなぐらい。同じですね。そうね、あの、そしたら優勝できたんですよ。あ、すごい。数あるこう上手い人たくさんいたのに優勝できて、うん、5年生で5年生でわお。その時に歌手になりたいって本当に思ったんです。あ、この歓声を、うん、緊張したけど歓声が、流部では歓声浴びないさ、みんな真面目に見るさ、流部とかは、ね、逆に歓声やっちゃダメさ、なんかうわーとか言っちゃダメさ、あ、なんかちょっとしっとりね、うん、って感じだよね、流部ね。そう、で、うん、一発目の背中に耳をピッとつけてって言っただけでお客さんがうわーってなった時に、あ、緊張するけど何これ気持ちいいってなったんです。ちょっと高揚感がね、そうそうそう、あったんだね。そう、しかもね、優勝できて、1位は本当はビールだったんだけど、うん、小学生にビールを渡すことはできないさ。で、2位のマンゴーをもらえたわけよ。おお、めっちゃいいでしょ、箱いっぱいのマンゴー。はいはい、はい、もうなんかこれで味を占めてね。これでも、お父さんとお母さんはなんでビールじゃないばって文句垂れてませんでしたか。いや、お母さんも飲めないし、お父さんも禁酒になってたので。そうそうそう。じゃあマンゴーでよかったんだ。ビールとどっちがいいってマンゴー。じゃあよかったんだね。私が決めました、勝手にね、マンゴーがいいって。あ、いいですね。それかな、初ステージは。それはあれだね、うん、それはもうその年でその歓声浴びたらやめられないだろうね。やめられなかったね。もう、あ、こんなに楽しいんだ人前で歌うのってってなったわけよ。そりゃそうだ、うん、そりゃそうだわ。ばあちゃんはね、もうずっと未だに言うよ、舞台で踊る、あの流部の先生になってほしかったと。ばあちゃん未だに言うよ、未だに言う、うん、あんたはもうやがよかったのにねってずっと言ってるけど。いい、しもさ。あ、まあまあ別に歌いながらでもね、うん、うん、流部の先生もできますしね。そう、うん、やるかわからんけど。まあまあいろいろ何かしら、そうそう、何かしらね、うんうん、まあできますよおばあちゃんって言っとけばいいんじゃないですか。そう。そう、そんな感じで私の初はそれだったな。ひがちゃんはある？初ステージ。初ステージ、あー、なんだろうな、高校生、うん、の時の高野祭。あ、高野祭ね。かな、だから中学の時にこの白棒ニーヤンたちみたいに、うんうん、うんうん、あの学園祭でステージ立ってる友達を見て始めたんですよ、うん、ギターを。そうなんだ、超かっこいいギターってと思って。へえ。で、高校からギター始めたんで、うん、でも高野祭だから3年生かな、3年生の高野祭出れなかったけど、オーディションがあるじゃないですか、うん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 、高野祭出る人選抜みたいな、先生たちの前で、うんうんうん、あるよね、うん、あれでやったのが最初じゃなかったかな。そうなんだ。何やったっけな、なんかグレーとかやったと思いますよ。あー、やってましたもんね。グレーとかラルクとか、わー、有名どころ、あの辺じゃん。まあ落ちたんですけどね。あ、落ちた。あ、落ちたの。そうそうそう、出てない。でもまあまあ、予選には出たよって話ですね。予選も一応あの先生たちの前だけど、うん、ステージはステージなんで。あ、確かに、あれが最初じゃないかな。そうなんだ、うん、いや、すごい。じゃあ白棒ニーヤンと一緒だね。あ、白棒ニーヤンは中学校1年生か。そう、白棒ニーヤンのを見て自分が憧れて入ったっていう流れ、ね、ことにしておこう。あの流れ的にはね、流れ的な。県外のだけどね。いや、ありがとうございます。では白棒ニーヤンに、はい、今日はですね、はい、あともう残りね1分ちょっとになってきたんですけども、うんうん、今日は1月11日、はい、リューティー千葉でライブのためにですね、はい、今飛行機に乗ってるので収録放送となっております、はい、そうなんですよ。そうなんです。なのでメールはもうすでにいただいてるんですけれども、うんうん、また11時台もですね、うん、初というテーマで募集しております、はい、で南さんも、うん、東京にいます。そうなのよ。南さんはもうすでに東京に入ってます。入ってます、うん、遊べてたらいいんだけど遊べるわけじゃありません。そうなんです。
事情があるんです。付き添いよ、付き添いね。でも南さんパタパタしてるだろうね。パタパタしてるだろうな。そうなんですよ。なので皆さん、うん、11時台もまたリューティンにお付き合いください。はい、ではあとかなやと思ったんですけれども、収録だったらね、ちょっとね時間がね、時間配分がわけわかってないよね。あと2分ぐらいあるかも。もう一回宣伝しましょうか。うん。今年なんですよ、南さん来ました。そうだよ、もう今年なんだよ。2019年3月16日、琉球新報ホール。わ、はい。ビューティースーパーライブ3が開催されまーす。イエーイ。前売り2500円、当日は3万円。これはもう皆さん前売り券で買わないともうあれですよ、はい、うん、そうもう損しちゃうからね。これね、前売り券で買ってが欲しいのための当日3万円ですよ、ね、なんか察してくれるかな。なんか3万円でいいから当日券買うっていう人がなんか何人かいるんですけど。マジですか。いや、まあ、いるの？ありがたいけど2500円でいいですよ。本当に。お願いしますね。びっくりする、本当に。いらっしゃるんだ。そう、デューティーのホームページ、うん、そして FM ギノワンさんにもチケット置いてますので、はい、ぜひ皆さんご連絡よろしくお願いします。お願いいたします。606人だからね、お願いします。いや本当、私の親戚のもうびっくりしてるよ。あんたち600名も集めれるの？大丈夫ねって心配されました最近。だから頑張ってる。そうなんです。ゆたしくにげさびら、おにげさびら、あとからや。はい、
リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい10時から全国へ、いえ全世界へ配信中。その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その2です。はい、今日はですね、収録放送でお届けしております。はい、なんですけど収録だけど今日はちゃんとね、動画も撮ってくれてるんですよ。撮ってくれてますよ。あれだよね、さっきからあれ見ててからさ、こっちだよね。あ、そう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 、あ、違うよ。あ、あってあって、そうだそうだそうだ、今指さしてるところ。あ、こっちよね。うん、最初の方ずっとあっち見てたわけよ。あ、じゃあみんな目合わなかったんだ。カメラがあっちにもあるなと思いながら、うん、はい、この番組は今年をもっといい日にしようということで、面白くないことは去年で片付けました。はい、なのでいいことはみんなで喜び、今年を快適にしますという番組です。はい、なので今日収録なので、ツイキャスとかは絡めないんですけれども、あのね、たくさんメールいただいてますので、進めていこうと思います。はい、それでは11時台皆様へ募集しているコーナーを発表してください。うわー、けましてめでとう。だいぶ飛んだよ、いいよ。それでは募集してるコーナーを発表します。あけましておめでとう。1、電波で打ち消え。あなたのことづて受けたまわります。2、メールボックス。今日のテーマは初。初、うん、初何々、ね、初何々ね、今のとこ初ライブ、初ステージか、初ステージとか初恋の話を聞いております。来ましたね、そして3、リューティージング。お祓いやご祈願してほしいこと募集しております。以上、この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思います。なんかあれですね、やっぱリューティージングはあの新年一発目にふさわしいですね。あ、そうだね、うん、もしあのやっぱり祈願しないといけんから。でもこんな忙しいこのさ、この年始に、もうお客さんたくさんいるだろうに、だからよ、宮司来てくれるのかな。だからね、来れるのかな。一応私今日っていうか今年、あの厄年だから。ああ、厄年だ。厄年なのあなた。あのこの年代厄年みたい。あ、そうなの。昭和62年の人たち。あ、え、じゃあ女子、女子、去年は前厄みたいなやつだったの。だったみたい。あ、そうなんだ、知らんかったんだけどね。知らずに過ごした一年。知らずに過ごしたんです、あ、まあ、別に知らずに過ごしててなんともなかったらいいんじゃないですか。厄年らしいよ、あ、そうなんだ、なんか噂によると、え、男の人は、男の人誰だったかな、40何歳とかかな。なんか、あ、でも世代4世代ぐらいあるよね。私たちのも女子もなんか男子も4世代ぐらいない。あるあるあるね。あれさ、でも自分お、あれなんか思うんですけど、なんかこの 4回ぐらいあるじゃないですか、例えば、60何歳までとかね、あれってさ、それ以降ないじゃない。ないね。それ以降はもういいの。ずっと楽しく過ごしてくださいってことじゃない。だからあの4回で払いなさいってことで役を、そうなのか。いや、自分、あれじゃないかなって思ってるんですけど、昔そんなにね寿命が長くなかったから。それだよね、絶対それだよ。そこまでしか設定してなかったけど、みたいな感じですよ ね。今どんどん寿命伸びてますから ね。本当はあるかもしれない。あるかもしれないよね。まあでも、そのぐらいの年になったら関係ないか。もういいんじゃないってなるんじゃない、もういろんなね、波を乗り越えてきてるでしょうからね。そうそうそう、たくさん人のためになることもやったはずだから、いいんじゃない。
何かあっても大したことないと思ってるかもしれないもん、ね、そうそうそう、このぐらい大したことないよ、大したことない、死なないくらいはね、何でもかすり傷よって言ってるかもしれない。あー、まあそうかもね。ちょっと後で調べてみよう、うん、男の人の厄年も調べてみよう、ね、なんか私も本当に私厄年なんかなってちょっと実感してないので。これ厄年だったらやっぱり行った方がいいですよね。一応はね、うん、そう行った方がいいよって言われたから行こうかなと思ってるけど、え、厄年なんだと思ったんです。あそこで初めてな。そうそうそう、そこで知ったんだ。そこで知ったんです、うん、そうだよね。あ、南さんの同級生の方たちはみんなってことでしょ、うん、そうそうそう。じゃあなんか友達ひっくるめてまとめてね、みんなで行こうよ、うん、役払い、ね、そう。あ、でも早生まれだからあれなのかな、学年は違うのかな、みんな昭和62年生まれ。そういうことか。そうそうそう、そうなるのか。そうだはず多分よ。ちょっと調べてみましょう。調べてみます、うん、ね、以上この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思います。それでは懸命にコーナー名、そして本文にはビューティーネームを必ず書いて、はい、メールやファックスを送ってください、うん、メールアドレスは FM ギノワンホームページの番組表からすぐメールが送れるようになってるんです。そうなんです。花火下手。いきました花火下手。あ、花火だったの今。海にぼちゃんぼちゃんぼちゃん。あ、違う、南さんのパーンって突き抜けた後に花火が上がったっていうね。あ、そういうこと。新年バージョンだったんですけど、まあ下手でしたね。まあこれはモノマネ芸人にはなれないですね、うん、今年は無理か。来年も挑戦するモノマネいけないか。いけないなこれ、うん、でファックスでも受け付けております。はい、ファックス番号098-943-0094、おくやくしみおくしでお待ちしております。はい、では大事なやつ、今年2発目ですね。あ、そうですね。よろしくお願いします。いきたいと思います。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、キクエオバーから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店菊味噌加工所夢工房の提供でお送りいたします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マッチョイビンドー。 CM ソングも作りますので FM ギノワンまでお問い合わせください。最後ウトともつくる。ウトとつきで。あ、これはもう届きましたよ。はい、あ、もうウトとついてるからね、スポンサーが増えます。あ、増えますね、はい、これ今の南さんのこの一例で5社増えます。イエーイ、あんなに増えるんだ、やった。いや、新年ですから。あ、新年だからね、はい、そうだね。それでじゃあ1曲流してからですね、はい、リューティー神宮のコーナーに行きたいと思います。あ、電波で打ち切りじゃん。電波で打ち切りに行きたいと思います。さすが。じゃあね、この曲行こうかな。はい、ビューティーで5555530。
本日3曲目はリューティーの曲でボサマルお届けしております。週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。美味しいお昼ご飯でくんちをつけて、今年もいい日になりますように。それでは11時台最初のコーナーは、どれだどれだどれだ、最初のコーナーはこれだ。電波で打ち消え。沖縄の言葉で打ち消えとはお使いするという意味。このコーナーではあなたから何々様へデューティーが電波を通してことづてをするコーナーです。面と向かって言えないことはデューティーにお任せください、はい、喧嘩をして口を聞きたくない、うん、欲しいものがあるけど言えないな、うん、愛の告白など何でもお伝えしたいと思います。はい、来てますか一発目。はい、来てます。一通いただいております。お、やったやったいきますよ。明けましておめでとう。おめでとうございます。大阪のおっさんシローです。シローさん、あ、もうシローさんさ、休みが多すぎてやることないから全コーナーにきっと送ってきてくれてそうだね、そうそうそう、8連休ですもんね。もうね、9連休あ、9連休か、9連休だからちょっとやることなくなってきたから余裕があるんです余裕があるね寝正月ありがとうございます。寝正月し、あ、いいかもよ、体には。あ、そう、健康になるかもよ、うん、そうそうそう、たまにはねひがちゃん、みなみちゃん、たけちゃん、本年もよろしく。はい、よろしくお願いいたします。今年こそ、もう、あ、今年こそってなんだ今年も今年も、あ、こちらこそだいや、こちらこそ今年こそダメだ、日本語から勉強し直したいと思います。漢字とかの問題じゃなかったねじゃなかったわさあ、新春の初めてのライブ、そうです、1月11日、12日千葉のチュラ島ライブ、漢字のリューティーファミリーの方、大阪から行きまーす。わー、ありがとうございます。すごいすごい、始まりギリギリの時間だけどよろしくお願いします。ひがちゃん、その日に向かってくれるってことか、うん、11日に来るのかなってことでしょう ねえ、ひがちゃんの被り物が楽しみだねって被り物、あ、これあれですよ、クリスマスにね被ったじゃないですか。これでもうもみの木はさ、うん、もうクリスマスのみなんで、そうよね、多分なんか正月バージョンの何かを期待してるんでしょうね。正月バージョンね、近くにドンキありますかねすごく身近にこの調達しようとしてる感が見えてますけどあんまり荷物増やしたくないから、ね、あ、 そう、それはあるよ本当に、あの楽器とかで大変だからね、移動でそうそう、軽くしていきたいから、ね、あの楽器プラス、あのね、自分の着替えとかもついてくるから、やっぱ荷物減らしたくなるよねやっぱり現地調達が一番いいよねうんうん、そうそう、言えてる言えてる探してみよう、時間があったらじゃあこれあれなんだね、あのデューティーファミリーの東京漢字の方に言ってんのかな。あ、そうかそうか、シローさんは、そうだそうだ、うん、いいね、皆さんじゃ集まるんだね。いや、私どうなるかな、いけるかな、まあ、もうまずはね、足の骨折からね、綺麗に治さないといけないですからね、うん、秋が行っても大丈夫よっていう様子だったら行きますね、うん俺一人でこの痛みに耐えとけるよ、大丈夫よ。いやいや、言い方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 行きづらいそれ、うんうんうん、耐えといてねって言いますよ私もいけるんだありがとうございます、うん、では大阪のおっさんシローさんから、東京のリューティー漢字、あ、違う、漢字の、あ、何ね、千葉のチュラ島ライブ漢字のリューティーファミリーの方へ、片付け、はい、伝わったと思います、はい、どなたなんでしょうね、漢字は誰なんだろう、漢字、関東いっぱいいらっしゃいますもん ね、なんかできそうな方が、白棒にいいやんかな、ねえ、にいやんかな、あ、一応ですね、じゃあ、うん、今日のそのライブ、うんうん、のちょっと情報をね、あ、そうだね、おさらいしたいと思います。はい、1月11日、12日、2days ですね、うん、デューティーイン千葉、はい、ということで、
千葉駅からも徒歩3分4分ぐらいですね、ゆいまるちゅら島という沖縄居酒屋さんでライブをします。はい、大人2500円、そして子供が1000円、3歳以上ですね、でご予約はもうお店に直接電話となってるんですけれども、まだね自分席まだあるんじゃないかなと思ってるんですよ。あ、そうなんだ。で一応あの連絡先言いますね。はい、043-221-0303、これゆいまるちゅら島屋さんの電話番号です。こちらに一応ちょっと問い合わせてみてください。あの詳しい情報はリューティーのライブ情報に載ってますので。あ、そうだね、はい、よろしく。ウニゲーサビラ、これもね1月とかのさ12月末とかのバータイラとかで結構千葉の方いらっしゃったさ。いましたね。私たちちょろちょろこの話したけど来てくれるかな。来てくれるかな。来てくれたらいいな。新しいキャラが出てきた。来てくれたらいいな。来てくれたらいいな。来てくれるかな。新年一発で待ってるよ。新しい。もうなんかにゃんちゅうに変わりつつありますからね。あ、イメージはにゃんちゅうでした。来てくれるかな。来てくれるかな。それでは一旦 CM です。職人愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。聞く味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。土地活用のことならマルユーグループ。いろんな車の買い方をあなたにそっと教えます。新車中古車何でもお任せ。あなたとドアのお付き合い。ドアドアドアオートサービス。ドアオートサービス。ドアオートサービス。ラララララララ。リューティーのメールボックス3番。それではメールボックス3番を覗いていきましょう。はい、本日のテーマは初。初、うん、あーなんか南さん初、今年の 初なんかやったのあります？あ、もうなんかさ去年に引き続きだけど、うん、初こうラジオの公開生放送でライブ。あーそっか、これがすっごい多いなと思って。あの初ゲストも多いんですけど、うんうんうん、このラジオ沖縄さん自体に初も多かったんです、ゲスト。あ、そっかそっか。で、FM 沖縄さんも初。なんかすごい初がいっぱい。なんかそれを考えると、うん、役年だったのかな。だからさ、ってなんか思いますよね。だからさ、全然だから感じてないわけですよ、うん、私は。なんかでも周りに怪我が多かったね。あーそうだね。あ、確かに腰も私も痛めましたね。あーそうだね、うん、確かに、ね、そういうのかな。あー、から体に来たのか、疲れが。そうそう、疲れが来てたね、体にね。そうだね、これはもうやっぱ役余計行くべきですね。行かないといけないな。自分も行こう。あ、よく厄年じゃないけど、厄年じゃないけど、うん、去年すごかった。腰も肋骨もだる、ね、咳も、うん、あ、肋骨ね。あ、懐かしい懐かしい。インフルね。あ、懐かしい懐かしい懐かしいね。あ、やってましたわ。今年の初何や、なんかやったかな。自分初ラーメン食べましたね。あ、ラーメン、うん、初ラーメン、うん、あのさ、うん、すごいんですよ。あのお正月ってお店閉まるじゃない、うん、うん、1日2日特に閉まってるんですよ。閉まりますよね、うん、で自分いつも外食だから、うんうん、どこも開いてないのよ。うわ。でコンビニは、コンビニは開いてるけど、開いてるよね、うん、だから3日目に、うん、昨日ね、うん、ちょっともうそろそろご飯屋さん開いてるかなと思って行ったんですよ、うん、で金太子、金太子、うんうんうん、金太子行ったら、うん、40分待ちですねって。マジで、もう超いっ
ぱい中に人、金太子ですよ。あ、いいな、もう皆さん食べたかったんだね、本当にね。で、ラーメン屋さん行ったわけ。でも歩いて行ってるから、自分近くだから、うんうん、あ、そっかそっか。ラーメン屋さん行ったら外にもう5人ぐらい並んでるわけ。ラーメン屋の外に、いや、あ、え、これないなと思って、やば、もういいや、コンビニでいいやと思ってコンビニ行ったら、うん、コンビニの弁当もないわけ。嘘でしょ。もうね、あの、お正月お弁当難民だった。あ、いいえな。昨日すごかったな。私たち全然、あの、正月とか親戚回るんですよ、うん、正月こと年末、うんうんうん、そしたらこっちばっかり出てくるよ。あ、親戚のお家巡りしてたら。そっかそっか、うん、今年行ってないな、まだ。もうお寿司から、あ、いいね、あの、何、中身汁から。そっかそっか。あ、こっちたくさん出てきます、美味しいものが。家庭にご飯が溢れてるんだね、うん、そうそうそう。昨日もね、実家で、あの、お母さんがさ、車エビもらったとか、 うちもおばさんから、あの、海のあの牡蠣もらって、もうこれ海鮮鍋にしようっつって、もう超幸せな美味しい時間を。あ、いやー、あ、呼べばよかった、ひがちゃん、呼べばよかったね。いや、それ行きたかったけど、あの時間から行けないな。行かないね。超幸せな、美味しい、本当にね。あの、正月早々、この食べ物食べて幸せってすっごいいいねと思って。なんか夜な夜なピンポンになったら入れてくださいね。あ、インターホンでひがちゃんが映ったら無視します。コンビニ行きなさいっていう、ピンってコンビニ行きなさいっていう。あ、果物買ってくよ。みんなの果物。あ、それ見た瞬間ミオンが開けそうですね。あ、じゃあお菓子にしよう、お菓子で釣ろう。なんてことだ。あ、じゃあ皆さんの初エピソードいきましょうか、うん、はい、聞いていきましょう。ひがちゃん、みなみさん、たけちゃん、そしてリューティーファミリーの皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。兵庫のシーサーです。お、シーサーさん。あ、もうシーサーさん、ありがとうね。あと、さっきミーさんがね、もうやらかしてるから、ヨーグルトをたくさんくれましたから。あれはでもデフォルトなんで。あ、そうか。あれがもう通常の、 ああいうものか。今回のテーマ、初ということですが、毎年年が明けると近所の神社に初詣に行って、うん、おみくじを引くのが恒例になってます。おみくじはいつも小吉か吉しか出たことがなかったんですが、うん、今年は初めて大吉が出ました。来ましたね。今年の運をもう使ってしまいました。違う違う違う、これは運を使ったんじゃないですよ。うん、今年1年大吉のオーラが流れてる、うん、これだって、うん、聞いただけです。そう、神社の神様が教えてくれたんで、あなたはこれ大吉だよ今年は。そうそう、あ、いいこと言ったね。そう、そうなんですよ。そういう意味でしょ、おみくじって。そう、うん、これは運を使ったとかではないです。じゃないよ、うん、もうシーサーさん、いいこと盛りだくさんさ。運を使ったんだったら、みんな新年一発目からなんで運を使いに行くわけじゃないからね。引かんよね、それだったら。もう引かんよね、絶対引かない。あ、いいな、そっか、おみくじいいね。いつ行こうかな、初詣。もう旧正月ぐらいに行こうかなしてたよ、私。2月。あ、2月、沖縄のね。そうそうそう。あれ、結構私ね、おみくじ大吉引く人なんです。自分も引くな。もう結構、あの、頻繁に大吉を引くんです、私。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあもう、その上を目指していかないとね。あ、そうです、ね。超大吉とかね。あるのかな。あるんじゃん。あるのかな、聞きたいけど。皆さん、そんなことなったことある人いるって聞きたいけど、ツイキャスで絡めんわけよ。あの、レアなやつとかさ、印刷ミスとか。いい、あの、真っ白の出てきた人とかいるってね。あ、やっぱいるんだ。うん、あの、よく番組、テレビ番組とかで神社の、うんうん、こう巡りをする番組とか、私好きだから見るんだけど、誰だったかな、芸人さんがさ、引き寄ったわけよ、真っ白。真っ白。いや、持ってるこの人と思って。やっぱあるんだね、芸人さん的にはそれが面白いじゃないですか。あ、いや、めっちゃ持ってるやつさ、この方と思って。大吉ですね、それね。あ、それ大吉よ。デージ爆笑した、本当に。もう超大吉だ。もう笑いと、このなんていうの、このレアなことを見せてくれてありがとう。一個ね、そのなんかテレビでさ、うん、そういう面白いのを出したら、もうその年、うん、しょっちゅう頻繁に呼ばれるでしょうから ね絶対ね、うん、いや、この人持ってるってなるもん。いや、面白かったな、あれ。え、ひがちゃんもまだ行ってないんだもんね。行ってない。今日、うん、今日行こうかな。これさ、結ぶ人、
うん、自分は持って帰るねえ、うん、あれこれ持って帰らない、みんななんで結んじゃうの、あれなんで結ぶんでしたっけ、良くないのが出たら結ぶんでしたっけとかね、いう話を聞くんですけど、でもなんかあのあれらしいですよ、あのなんだっけ、こうメッセージみたいなところがあるじゃないですか、うんうん、神様からのお告げみたいな、なんかメッセージ、あの部分が 大事ってね、 あれが本当にこう、はいはい、お参りした後にパンパンして神様にこうやった後にあのおみくじ引くさ、うん、そこに出てくるんだって、あなたへのメッセージ メッセージがあら、だからあの時々見返すのがいいってを持っといてから、あ、うん、じゃああの白紙だった人はメッセージがないっていうことなんでしょう、ね、自由にやりなさいあんたに言うものは何もないと、何もないから、うん、あ、そうそう、いいな、面白いな、あ、だからおみくじを引いて、リューティーお守りがあるじゃないですか、 はい、はい、あれの中に入れてなんかね、お守りとして持ち歩くともいいんじゃないですか、そうだよ、見返したらいいんだよ、うん、そしてからね、はい、1500円となっております、はい、はい、よろしくお願いします、うん、色のパターンもあるのでホームページ見てください、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします色のパターンもあるからねでは兵庫のシーサーさんに、はい、急ぎでね、あといつ行けるかな、行ける、うん、あ、じゃあこれ比嘉さんに、はい、読んでもらおう、こちらはみなみちゃん、ひがちゃん、ご無沙汰しています、はい、そして明けおめことよろー、ことよろー、会員番号27番、名古屋のダンサーズでございます、あ、ダンサーズさん、久しぶり、お久しぶりです、ひがちゃんは新年早々に頭を丸めていましたが、うん、あ、そうなの、何かやらかしたのでしょうか常にだけどね、どうぞ、あの常に丸めているよね、そう、去年1年ずっと丸めてました、あ、もう新年早々丸めたんですか、昨日3ミリにまたガッと刈り上げたんですよ、もう全然私わからないですよ、あのよく頻繁に比嘉さんの頭見てるんですけどあのね、今年も1日2日と連続で見ましたけども、うん、ほら1日2日長かったじゃない、わかんない私からしたら全部短いから、わかんない、わかんない、わかんない、うん、あ、そうなんだ3ミリになって余計にわかんなくなった、あ、そうですか、そうそう、あ、そうなんだね、何かやらかしたのでしょうか、謹慎生活大変ですね、いや謹慎はしてないですよ昨日ですが、2019年初にリスナーさんと会っていました、うん、あ、そうなんだ、名古屋にいながらラジオトークで盛り上がりましたね、すごい、共通の話題は話がつきませんね、うん、あ、すごいね、いいね、いいことだね、皆様はいかがでしょうか、うん、2019年に、うん、なんか久しぶりに会うお友達とかいましたか、まだいない、2019年か、今年、いや、まだないな、うん、親戚ばっかりに会ってますね、そうかそうか、うん、なんかあのね、そのラジオ沖縄さんの公開放送で南さん、うんうん、あの名前だけは知ってるけど、うん、初めて顔を見たっていう方はたくさんいたんじゃないですか、そうそうそう、そうなんですよ、ね、そうそう、なんか紹介できてよかったね、あのもうラジオネーム聞いたら、あ、あの方なんですねみたいなのがたくさんでしょなんかこっちがさ、あれだよね、なんかびっくりするよね、こっちが有名人に会った気分なのよ、あ、そうそう、あ、この人この人知ってる知ってるみたいな、ね、そう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 、たくさん、もうね、 あちらはきっと多分こういうね、 Facebook じゃないよ、あのなんか Facebook とかでもそうだけど、YouTube ライブとかでも見てくれてるから、うん、向こうの方は顔知ってくれてるけど、こっちラジオネーム知ってるのに顔知らないままだからさあー、あなたがみたいな、こういうことがあるよ ね、宇宙さんも初めて会いましたもんね、あ、そうそうそう、宇宙さんも名前だけ知ってたっていう、あとクロちゃんも大きかったでしょ、クロちゃん、あ、クロちゃんはね来てくれたじゃないですか、あ、そうかそうか、そう、お会いしたんですけど、そうだそうだ、でも大きくなってたね大きくなってたね椅子に座ってる姿を見たからかな、なんかステージからクロちゃんあんなに大きかったっけって思いながら、いやーあれはもう年末年始食べたなーねー、きっと食べたんだろう、年越す時にこのめっちゃいっぱいこっち食べたんだはずと思ってさまた県外美味しいのいっぱいあるからすっごいハイテンションになったよね、 あちらの組はね、もうありがとうございます、いやありがとうございます、名古屋のダンサーズさんのはい、じゃあ早速ですが、うんうん、ちょっと番宣挟んで、はい、あのリューティー的おみくじですね、あ、ね、神宮のコーナー行きましょうか、行、ね、うん、きましょう、それでは一旦こちら、リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています、番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします、毎週金曜朝10時からプチチミシェービリ。
日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日傘都市と、南さんが、FM ギノワンより、今日は収録放送でお届けしております。今ですね、南さんはね、リューティー神宮の、ちょっと忙しいと思うんですけど、宮司をね、呼びに行っております。さあ、来てくれるのかな？では、早速、こちらのコーナー。リューティー神宮。一日一名様限定。このコーナーでは、あなたをお祓いして清め、今年を快適にします。それでは、リューティー神宮から南宮司をお呼びしましょう。南宮司。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。なんか宮司、お正月で忙しいはずなのに、はい、来ていただいてありがとうございます。そうじゃな、もう人が途切れないほどお参りに来てくださるんじゃ。やっぱ宮司のところも大盛況。あ、もうすごいですよ。もうすごく、ライトも消せないぐらい、ライトも消、あ、じゃあもうずっとつけっぱなしで、もうじゃあ夜中もずっとやってるんですね、はい。もう夜の方は若者たちが多いんですぎゃね。あ、多いですぎゃね。え、宮司のところはおみくじとかもあるんですか、はい、うん、用意してますか。あ、はい、ございますよ。あ、そうなんだ、うんうん、やっぱおみくじは大人気ですか。おみくじはもうすぐ減っていきますので、うん、補充してね、うん、あ、そう。リアルですね、補充ですよね、うん、補充して、やっぱ補充しないといけないですね。皆様にたくさんのメッセージがいきますようにと、うん、願いを込めて。素晴らしいですね。入れておるんじゃ、うん、これ宮司、実はリューティージングのコーナー、はい、メールが来てなくて、あら、今日実は収録なんですよ。あ、皆様もう神社の方に行かれてらっしゃるのかな。あ、そうか、もうもしかしたらね、うんうんうん、宮司のお宮の方に直接行かれてる方もね、いるのかな。そうかもしれない。なので、うん、せっかくなのでリューティーからのご祈願一通よろしいですか。あ、ほう。実はですね、うん、今年の3月16日土曜日に、うん、琉球新報ホール、うん、那覇の琉球新報ホールでリューティースーパーライブ3っていうのを開催するんですよ。素晴らしいことじゃの。で、これ、うん、606名の集客のキャパのね、会場で、うん、あ、これをもう今いろんな方にね、応援してもらって、うん、手伝ってもらって、うん、チケット売ってるんですけども、はい、これが満員になるように、あは、満員御礼になるように、なんかこの宮司からこのなんかご祈願をね、ぜひやってもらいたいなと思うんですよ。そうじゃな、この前ね、なんかこの日は来づらい日なんじゃみたいな、うん、チケットが高いんだみたいな、うんうん、話があるよとお聞きしましたので、はい、皆様のスケジュールが急に来れやすくなるような感じのご祈願でよろしいでしょうか。素晴らしい、うん、なんかポッとたまたまお休みが取れたとかね、うん、あ、そういう感じのご祈願でよろしいでしょうか。ちょっといけるじゃん。あ、うん、でもその前に2ヶ月前ぐらいに、あ、この日休みになったとかがいいかな、うんうん、そうじゃんな、うん、じゃあそちらのご祈願でお願いします。ぜひいただきたいと思います。これ宮司、ちなみに宮司も来てくれますか。あ、行きます。私後ろの方でもう振っとります。待って、1時間半ずっと振ってるの、うん、ご祈願しておきます。いいエネルギーが皆様に届きますようにと。ああ、ありがとう。ふっときますから。1時間半もずっと、うんうんうん、たまにちょっと仮眠を取るかもしれない。いやいや、仮眠は取らないででしょ。1時間半だから、寝てから来てください。うん、急にバラードに行くと急に。ああ、そうなんだね。じゃあもうぜひぜひお願いします。はい、行きますよ。はい、準備大丈夫ですか。大丈夫です。あ、こっちでちゃいますね。はい、ではお願いします。満開ジジイケー、3月16日皆さん来ますように。あ、これなんか急にやっぱりあれですね、うん、ヒノキの匂いが漂ってきて、こう、うん、なんかこの浄化された感じがしましたね。
感じましたか？感じました。素晴らしいでございます。じゃあ、宮司、お正月忙しいと思いますが、はい、体を壊さないようにですね、はい、気をつけて、はい、髪を取りながら。そんなに寝れないんだね。あ、じゃあ宮司、はい、なんか宮司、なんかおすすめの曲とかあったりしますか？ほう、あの、お友達に荒掛みなみさんとかいないですか？あ、あの方のなんか CD とか、私役年なんだって言われてましたよね。私役年なんだって言ってましたね。あの方お友達だから、なんか曲とか偶然に、はい、そうですね、うん、あの方がで去年出されたという CD の朝戸屋ユンタのなんかアレンジしたという曲はどうかね。あ、お願いします。あ、じゃあ私がタイトルコールをさせていただきたいと思います。荒垣みなみで朝戸屋ユンタ、また会いに来るよ。村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。聞く味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。はマルユーグループ。沖縄県内どこまでも出張メンテで行きますよ。新車リースで安心ドライブ、あなたとドアのお付き合い。ドアドアドアオートサービス、ヘイ！ドアオートサービス、ヘイ！ドアオートサービス、ヘイ！今日はいい日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀さとしと南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送で、あ、今日生放送じゃないね、収録放送でお届けしております。それでは早速こちらの
コーナー。デューティーのメールボックス4番。それではメールボックス4番のぞいていきましょう。はい、本日のテーマは初です。初、うん、いっちゃいましょうか。いっちゃいましょう。いきますよ。デューティーファミリー10本お一発ユーミーです。お、ユーミーさん、あら、ひがちゃん、みなみさん、たけちゃん、皆さん遅くなりましたが明けましておめでとうございます。ありがとうございます。さてさて、初といえば起きた初みくじ。あ、今年は吉でした。あ、いいですね。そこそこ頑張れそうですなんか順番あったよね。何が大、そうなんだよ、あれじゃない、大吉、吉、中吉だよね、だったと思う、うんうん、このね、中吉と吉の順番がどっちだっけみたいになったよ ね。だけど吉が2番目だったよね、確かね。だったと思うね。いいじゃん、いいじゃん、うん。ちなみに初の凶を引いたのは東京浅草の浅草寺浅草寺ねめっちゃへこんだけど、後から聞いた話によると凶が出る確率が日本一らしい。そう、浅草寺有名だよね。そうなんだ。そう、有名なんですよ。すごいな、ちょっと行ってみたいな逆にそんなわけで今年もゆたしくございます。ティーパチューミーさんからいただいてます。そう、浅草寺はね、凶がいっぱいあるらしいよ。え、なんでかな、なんでだろうね。それが不思議だね。聞きたい、なんかそれを、ね、自分の昔メタルバンドやってた時のもう一人の相方のギターがいたんですよ、うん、あのタカさんっていう人なんですけど、うんうんうん、その人が浅草寺で弾いて今日だったんですよで、やだ帰りたくないこれでつってもう一回弾くつってもう一回今日だったんですなんでってもう一回弾いてもう一回今日だったんですでもこのまま帰りましたこれは当たりすぎでしょ、さすがにこれはもうどんなってもあなたも今年は今日なのよってやられてるよね完全にね。そうそうそう。でそれを笑いながらタケちゃんが見てて、うん、ウケる、全部消えしアハハって弾いて今日だったんです待って、確率高すぎない食ったって話です今日一回も当たったことないけど、あっちでも多いですよ。え、当たりに行こうかな、わざわざ。いいよいいよいいよわざ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 引きに行こうかな気になる、なんて書いてあるかが気になる。あー、今日のね、うん、そうそういやでも悪いことが書いてあるでしょ。悪いこと書いてあったら定常仕込むんでしょいやいや、自分で引きに行ったのに引くな引くな、もう引かんけばよかったって。いやいや、それはそれはもう引く前から分かってたわそれはどっかでね、今日って書きつつも、うん、いいことが書いてあるんじゃないかいやいや、普通のところで大吉引きなさいいや、そうだねその方が幸せだそうだそうだいや、面白いな、そんな場所あるんだな。そうそうせっかく東京行くから行こうかなって思っちゃった、本当にあ、まあでもちゃんとありますよ、自分は普通にいいの弾いてましたから、うん、あ、本当、うん、あらあらあら、じゃあ行ってみよう。多いってだけでね。あ、じゃあちょっと行ってみようということで、一発ユーミーさんにありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行こう。じゃあ行こう。じゃあこう、ひがちゃんに読ましょう。あ、今日ね、結構いっぱい来てるから。お、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。デューティーファミリー209番、うん、大阪のクロヤンです。あ、クロちゃん。デューティーさんとの初出会いが、うん、2015年11月22日のすごいしっかり覚えてるね、カルチャーリゾートスターダストファンタジアで演奏された時に、あ、そうなんだ、長女、当時1歳10ヶ月の初沖縄旅行の時でした、うん、へー、あ、そうか、カヌチャでなんだ、うん、ブログにも掲載されてとてもいい思い出のスタートです。へー、これデューティーね、カヌチャ1回しかやってないんですよ。あ、すごい、この時しかやってない。そうなんだ、うん、この時に出会ったってすごいね。じゃあもうすごいしっかり覚えてるね。ね、すごい。それから娘と嫁は1回だけ金具すくでのライブ。あ、そうなんだ。僕は一人で沖縄、千葉と出かけたり、うん、ファミリーの人たちとの出会いもありました。はあ、すごい。次女が2歳になりましたので、うん、今年は家族4人で沖縄旅行とリューティーさんのライブを楽しみたいです。イエーイ、いいですね。そうだ、私ご家族にはまだお会いしてない。あ、そうだね、そうですね。そうそうそう。ちなみに3月は一人で行きます、うん、あらiPhone から送信黒だって書いてるあ、でも来てくれるんで
ですね、3月。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。もう県外からさ来てくれて、うん、もう本当に本当だね。これはもう頑張りましょう。うん、頑張りましょうよ、ね、もう超楽しいライブにしましょうよ。うん、うん、しましょう、ね、本当。やさや、はっちゃけましょう、はっちゃけましょう、うん、一緒に皆さんはっちゃけましょう。はい、うん、もう沖縄はその頃はね多分あったかくなってると思うんで。なってるよ絶対。3月だからね、もう多分ね、うん、夏間近の中ワクワクが出てくると思う。あ、そうだね、うん、そういう感じで楽しみましょう。もう1月後半から2月半ばまでじゃない、寒いのって。2月いっぱいは寒いかな、ね、2月。でももう3月はね本当にちょっとずつちょっとずつ、うん、春ですもんね。うん、そうそう、暑いんじゃないかな、うん、だって1月超寒いと思ってるのにぬくぬくしてるもん今だって。ポカポカ、暑い今日、ね、服装間違ったな。ありがとうございます。大阪のクロヤンのイエーイ、ありがとうございます。じゃあ次いきますよ、はい、ひがちゃん、みなみちゃん、たけちゃん、明けましておめでとう。おめでとうございます。昨年12月に会員121になりました。あ、立川のあまちゃんです。あー、立川のあまちゃん、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。昨年12月に会員になってくれたの。そっか、めっちゃ嬉しい。嬉しい。新参加ですが、初参加じゃなくて新参加ですが、よろしくです。よろしくお願いします。ねえ、あのテーマとね、なんかちょっと違うみたいだけど、うん、今日の晩ご飯はすき焼きだった。あ、でも初すき焼きってことじゃないですか。そういうことかな、うん、こっちだけ鍵かっこが入ってるわ今日。うちのかみさんがお正月の福袋で牛肉1キロをゲット。すごい。小学校6年の娘と3人、鍋2杯でしたが、うん、食べきれなかったって。いや、1キロってすごくない？1キロってどんだけ？え、1キロどんぐらいなんだろうな。3人で食べれないってすごくない？500、普通のさ、なんかお米が、待ってよ、3キロがあるさ、あれでも低減重いさ、あれの3分の1。このさ、スーパーで売ってるパックって何グラムぐらいなんだろう、あれ。あ、うん、いろんなパターンがあるんですけど、200グラム。多いのでも300とかなんだよね。大きいのでも300だよね、うんうん、あれ多いよね。あれ多いよ。だからあれ3つ分プラスアルファ。あー、多いね。多いね。いや、すごい、いいな、分けてほしい。食べられないや、それは。それ食べれないよ。お腹いっぱいだよ。明日の朝ごはんも続きますねって。いや、そうだね、そうだね。早く食べないとね、うんうん、最後によかよかって書いて。いや、いいですよ、いいですよ、美味しいものだから ね、 ね、いいんだよ、正月から美味しいものをたらふく食べれるってすっごい幸せだと思う。年末年始にさ、うん、多少太ったって、うん、あと365日あるじゃない。そう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 、うん、あ、何、あ、これ痩せれる、痩せれる、痩せて痩せて、こう11月に落ちてまた12月に太るってことでしょ、うん、そしてまた365日あるからってことは年がら年中痩せんってことよね。だから、なんていうんですか、年明けに向かって痩せていけばいいんです、うん、痩せてる期間短。だいぶすぐまた蓄えよ。一番すっきりしてるのがクリスマス。じゃあでもクリスマスケーキから始まるんだ。ああ、そうかそうか、あっちから。ああ、言えない。ああ、大変だね。痩せきれんね。はい、ありがとうございます。立川のあまちゃんに、はい、ニフェデビル。これも今日はいい日スタンプ押してるけども、今年はいい日ですね。あ、そうだね、ありがとうございます。今年はいい日って言葉で言ってしまおうかね。こちらはひがちゃん、みなみちゃん、たけちゃん、全国のリューティーファミリーの皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそです。のりのりです。あ、のりのりさん、これが今年の初メール。あ、11日金曜日は今年初リューティー。あら、そしてファミリーとの初顔合わせ。あら、初いっぱいだ。今年初飲みじゃないけど。あ、じゃないんかい。初乾杯。あら、みんなでリューティー見ながら、かっこ正確にはたけちゃんをいじりながら、うんうんうん、初笑いしましょうね。いいね、いいね、いいね、いいね。では今年初千葉楽しみにしてます。わー、初がいっぱい。あの PS みたいなの書いてるんですけど、みなみちゃんも来てね。
いるよ関東には。いるよ。その日行けるかは手術次第。みなみちゃんも来てねーの後ろに顔文字でわーって。あー行きたいのよ本当に。行きたいの私。手術次第。うん、そうそう。あ、ね、11時台から聞かれた方は心配しちゃうんですけど、みなみさんの手術ではないですよ。あ、ではないです。うん、そうそう、私のね、あの旦那さんがね、足をね、怪我してしまったので、そしてなぜだか沖縄ではちょっと難しいってことになりまして、うん、東京に行くっていうなんかこのVIP感あふれた。あ、VIP 感あふれた。VIP だよね。ああ、手術をしに行くんです。うん、まあまあ本人は大変でしょうけどね。本人は大変だけどね、本当ね。そう。だからあのね、病気とかではないのでね。うん、そうそうそう。はい、うん、だってもう正月からたらふく、昨日もあの牡蠣からエビ食べてからステージ幸せそうな顔で食べてて。ああ。で、あのうちのお姉ちゃんに、あんた怪我しててよかったねって言われたら。ああ。いつもは忙しくて、あのやっぱ流星大子ってチームにいるから。そうかそうか。踊りまくってるんですよ、もうあのカウントダウンからずっと1日1日2日。かも獅子舞に入ったりさ、そうかそうか、忙しいのよ、うん、だけど今年この怪我したからあのゆっくりお家で過ごしてるわけよ、うん、たらふく美味しいもんも食べて、うん、だからうちのお姉ちゃんがあーき怪我してよかったねって笑顔で言ってましたうちの旦那さんも笑顔でうんって言ってましたそうなんだあ、まあまあ忙しいですからね、うん、年末年始はね、そうそうそう、そう、こんな年末っていいんじゃないかね、治るんだったらねって思うよね。あ、そうですよ、たまにはね、うん、そうそうそう、休まないと、うん、うん、まあずっとパタパタしてはいけないですからね。だって家族でカウントダウンこのさ年末ゆっくりしたの、うん、子供たち生まれて初めてなんですよ。あー、そっか。そう、いつも忙しいからいないからさ、まあ仕事からね、うん、そういう皆さんが休みの時に忙しくなる仕事ですからね、うん、そう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 、うん、ね、うわいつぶりだってなってる、うわ生まれて初めてじゃんみたいな、子供たち生まれて、そうそうそう、7年ぶりぐらい。ああ、うん、まあいいじゃないですか、7年に1回ぐらいはね、ゆっくりした正月 ね、 ね、うん、うん、そういう年もあったっていうことですよ。はい、うんうん、ありがとうございます。のりのりさんの今日はいい、いいね。あと1通いけるかな。いける、うん、いけそう。一応2通あってね、あと2通あるんだけどね、どう、うん、ちょっとどうしようかな、あ、うん、うん、どうしようかな、あ、じゃあこっちにしよう、はい、メールボックスおまけ、メール少なかったら使ってっていうメールが来てます少ないわけじゃないけど読もうねたけちゃん、ひがちゃん、みなみちゃん、こんにちは、シラボーニーヤンです。シラボーニーヤン、今年リューティーはハワイに行くんですよね。あー、一応たけちゃんは行くんですけど、うんうん、もちろんたけちゃんじゃなだけじゃなく、ひがちゃん、みなみちゃん、るおんちゃんを引き連れたご一行様でいや、いくらかかるかな、だからハワイ、そうそう、リューティーファミリーも忘れないようにね行きたいね、行きたいんだよ、私たち本当に行きたいんだよ、行きたいのは本当に行きたい、連れてってほしいの、たけちゃんに本当に、うん、そうそう実費でって言われるよね、確実に、ね、そう、実費なんだよね、うん、ハワイに行ったらぜひビッグアイランドのハワイ島に行ってほしいな。あ、行きたい、何それ、行きたい。富士山は3700メートルの高さだけど、ハワイ島にあるマウナケア山は4200メートル超え。富士山より高いの？マウナケア、もう名前が、名前がいいね、マウナケア、うん、え、待って、噴火したやつじゃないよね、去年。あ、噴火してたさ、なんかハワイ、あ、でも大きいやつだからこれかな、ねえ、これかもよ、もしかしたら収まったかな、どうなんだろう、ね、すごいでしょって言ってる。その頂上に車で行けるんですって。え、頂上まで車で行けるの？マジ？途中からだと、あ、途中体を高度と酸素の薄さに慣らすために休憩しますが、うん、四輪駆動車で一気に上がっていくんですって。あ、そうなんだ。え、何それ。頂上に着くと星がすごく綺麗で、夜に行くの、素晴らしいところです。あ、超行きたい、うん、行きたい。でも寒いのと小走りすらできないぐらい酸素は少ないので、たけちゃん、みなみちゃん、はしゃぐなよって言ってるけど、いや、はしゃぐでしょうね4200か。いや、そこ、そんな高いとこ、私富士山も登ったことないのに、登ったら、自分もない、ないない、ないよね。登ってみたいけど登る勇気がない、まだ。行ってみたいな、絶対登ったらはしゃぐやわ、酸素薄かったって。はしゃぎますよね。ねえ、ですぐダウンしてますよね、きっとね。あ、ね、そうだ、もう、あ、降りよう、もう降りよう。頭痛い、頭痛い、頭痛い高山病それと、ハワイ島には溶岩が今でも流れる
ているところもあります。あ、そっかそっか。自分は行けませんでしたが、レンタカーがないといけないので、行くときはレンタカーを予約してください、うん、そう、レンタカーは初です。以上無理やり持ってきたな、無理やりぶっこんできたな今。だから全然初に行かんなと思ってたらそっちで来たか、無理やりで。やっと突っ込んできましたね。ありがとうございます。ありがとうございます、シロモニアに。さあ、なんだかんだもうあと1分ちょいかな。あ、早っ。そう、今年も2019年もね、うん、はい、スーパーライブもありますし、うん、皆さんにお世話になると思います。たけちゃん復活しますし、ね、うん、今年も何卒よろしくお願いします。じゃあいつものあれで締めましょうか。はい、皆さんもご一緒にお願いします。せーの、今日はいい日、明日はもっといい日。お相手はみなみーと日賀さとしでお届けしました。またやー、今年もこんな感じ、ギリギリ合わせた